私たちナタンとウタンはこの動画をもちましてこちらが年内最後年内言っちゃってんのよ年内最後の動画となります。まあ、なんか一連とかじゃない、うん、別に、うん、最後なのよでしょうよって感じで、ちょっとだけドッキリさせたかった。でもさ、うん、もうここら辺にマスク広がってるから、そうだよね、そうバレちゃってこれダメだわ、終わった後にそんなに撮らないから、そうだね、バレちゃってる。だってさ、こんなパーティーする人がさ、めちゃくちゃ濃くなってないよね。今から楽しむ人たちだよ、ちょっと笑った笑ったんだけど、ケンピー、いただきます。今日は、まあ普通に緩めの動画にはなっちゃうと思うんですけど、はい、好きなものを食べながら、まあ、1年どうだったのっていう話をね、していきたいと思います。まあ、好きなものといえばうちらマック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 いやマックでございます。はい、お世話になりましたね。そろそろ CM とかもらってもいい？うん、もらえるもらえる、うん、全然待ってる、全然でもさ、これでさ2000くらいって安くないですよ。これうまくない？うん、ミグスタートマトクリームソースめっちゃうまい、うん、めっちゃうまい、あっちの大好き、超うまい、うん、分かった。あのさ、つけてからだとさ落ちちゃうからさ、うん、こっちに直接つければ、そうそういうこと、で、こうだよね、うん、ほら見ろ、天才、うん、うん、まい、なんか天才、ありがとう。ハンバーガー、お色味は03番の茶色味です。なんか落としてるね、キャベツだよね。いただく。はい、私はこちらエビフィレオです。やーい、いただきます。あのマックを3日間食べ続けるっていう動画でやったね。ウタンが大好きなエビフィレをナナが好きになってる。そうなんです、ウタンがその企画で、ね、食べとって、なんかそれ見てたら美味しそうと思ってハマりました。1年が終わるんだね、うん、あっという間だね。早かったね、うん、でもさ、うん、YouTube 始めてまだ1年も経ってない、経ってない。3月1日から YouTube 始めてね、はい、みんなの一番好きな動画って何なの、うん、めっちゃ気になんない？コメントください。わ、大丈夫？大丈夫？行けてる、行ってきて、無事に10万人行けてよかったです。本当に今なんかもう11万6000人だよ。7になってるかな。いや、もう投稿してるときは12万人いけど、もし言ってなかったらぜひ皆さん登録お願いします。はい、お願いします。今日同じタイミングに飲んでさ、同じタイミングに置いてマジということで、ここで緊急企画何ですか？イエーイ。なんと今回最後の動画ということで、ある企画を持ってきました。お、題してナタウタン。待って、キップ。よし、まあ、私たちはですね、全国民の友達っていうのを、ね、テーマに掲げて活動してるんですけど、はい、まあ、友達なら知ってて当たり前ではないっていう、うん、で見てる人もうちらとも友達じゃん、うん、まあ、知らなかったら知ってかなきゃまずいよねっていうことで、まあ、どれだけねうちらのこと知ってんのっていう制限になっております。でウタンにも今初めて言ったんで、もしウタンがこれ全然答えられなかった場合、視聴者とね、もうメンバーチェンジの可能性ありますから。はい、それでは第1問。ナタンとウタンが YouTube を始めた日は3月1日。正解。これはね、もうね、さすがにわかります。さすがにね、安定な、まあ、いつのっていうね、2021年の3月1日です。正解です。はい、YouTube を3月1日に始めてね、うん、さあ、4、5、6、7、8、9、10、11、9ヶ月か。うん、うん、なんかまだまだアマチュアだね。なんかもっとやってるよね。もっとやってるよね、絶対。9ヶ月だとしたらつじつま合わないよね。出た、さっきの口癖。すごくない？逆にさ、確かに23年生きてたうちのさ、1年にも満たせないわけじゃん。確かに。なのにこのさ、恋っていうさ、めちゃくちゃ恋ね。うん、
多分死ぬ際に出てくるよね、やっぱ YouTube やってたことの中に。そのまとで多分、ね、そう出てきます、うん、はい、思い出に残る名場面集で絶対、ね、半分くらい YouTube のことがないで、うん、あのそれぐらいね、自分の人生にとっては大きなことですね。で次いきますね。はい、ナタンとムタンが YouTube の急上昇に乗って最高何位だったでしょうか。9か6なの。みんなもう分かってるよね。分かるよね。9か6なの。9位。間違えたらやばい。ファイナルアンサー。え、6位だっけな。6。ファイナルアンサー。はい、正解は9位でした。あ、出てる。9位か、やっぱ。2問目で間違えてるの。でもどっちかだったからね。急上昇、うん、9位ね。あれもうマジでさ、うちらさ、うん、世界征服しちゃうんじゃない説あって、ね、びっくりしたよね。日本一取っちゃいますけど、うん、みたいな。その前の投稿が46だったんだよね、うん、で2人でめっちゃ発狂してね、うん、そう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 、すぐマネージャーとかに連絡してえってなって、ね、えランキング乗ることあるんだと思ってめっちゃびっくりしたよね。で9位になった時にあうちらもう1位取るなみたいな。確かに来たら1位取るでしょ、前取るっしょと思ったよね。ちょっと調子乗ったよね。めっちゃ調子乗った。一瞬調子乗った。うん、2時間ぐらい調子乗った。そうしたっけ、はいみたいな。うん、普通に行ったら、そうか、うん、初めて3ヶ月で9位がすごない。すごい、マジですごいと思います。それは我なりに結構、うん、もうすごくない。ミラってなってよね。ミラやっぱ可愛いよね。面白いねとかやっぱ可愛いよね。可愛いよね。だってだね、褒め合うっていう、うん、そういうスタイルだよね、やっぱり。で次の問題いきます、はい、ナタンとウタンがチャンネル登録者10万人達成したのはいつでしょうか。見抜けるよね、これね。10月、うん、28? 10月28、うん、やだよ、やだよ。正解は9月29。え、そんな長いだっけ。うん、そんな前だった、そんな前だったあれ。じゃあだいぶかかったね、うちら。そうなの。え、もう一回9月の29。29か。うん。じゃああのね、1日ずれてたっていう感じで。まあ、1日ずれ、1日ずれ。1日ずれ可愛いもんじゃないわよ、あんた。その10万人のさ、突破ライブさ、うん、2日にかけてやったわけじゃない。やった。で1日目 の、 そのライブで6時間ぐらい2人で配信して、うん、すごいね。でそのね、日を改めて事務所ね。2時間半ぐらい配信して、うん、10万人達成ということで、うん、いやあの瞬間ね、マジでしびれた。そう、あの時もめっちゃ泣いたよね。めっちゃ泣いた。頑張ってきてよかったなって思った、うん、瞬間だったよね。私なんかあの瞬間に、あ、自分もっとできるなって思った、うん、だからこそ今は100万人目指したいなって思うし、うん、ここまで来たからじゃない。そう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 、引き下がれない。すごいね、あの瞬間自分にとって、うん、なんかさ、なかなか人生ってさ、うん、頑張ってきたものが報われるもんではないじゃない。そうだね、結局はなんかね、あれっていうこともある、うんうんうん、だから多分みんな部活とかさ、仕事とかでさ、一生懸命どれだけやっても絶対報われることではないけど、初めて多分自分の中で報われた人生だったんだよね、うん、10万人ってことがめっちゃ嬉しくて。そうだね、数字にも分かるっていう。そう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 、多分今までさ、うちらさ、こんな自分たちのファンができるなんて思わなかった。いや、思わなかった。だって SNS のさ、うん、ナタンとウタンって調べるとさ、ネットに出てくるんだよ。え、ガチやばいよね。最初めっちゃエゴさせてたよね、2人で。めっちゃエゴさ、え、こんなのこと、ね、可愛いって言われてるよとか言って記事書かれるためにさ、お互いに送り合ってたよね。電波って書かれる。今なんてさ、うちらのアカウント作ってくるんだからみんな。もう意味やから、ね、やばいよね。あれのようで、これをさ、無駄にはしちゃいけないよね。そりゃそうよ、それ、そこは、うん、ここまでやっていい。あ、ごめん。え、今さ、感動の BGM 流れてる。流れてる、流れてる。そうだよ。あ、じゃあ今それでセッションしたの。いやだ。BGM にこう、ジャンって。あ、すごい。たまに入ってる。そう、うん、それそれそれ。ちょっと、目標決めよう。1年後の12月31日までに、うん、50万人。そして TikTok も、40万人。なので、皆さんお願いします。もしよければなんか手滑っちゃったとかでもいい。まあでもさ、お願いするだけじゃなくて、もちろんね、私たちもね、やれることで出さないで、ね、はい、どん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 新しい動画や面白いことをやっていきたいと思いますので、国民の友達になれるよう、はい、全国民の友達ですので、もしね、あの周りに、うん、なんか
学校で友達できないとか、うん、なんかね、職場でね、ぼっちにされちゃうとかじゃなくて、私たち今からっていうのね、うん、そのマインド強く強く持って、うん、いつでも聞きます。うん、DM でもいいで、もちろんです。ということで、で来年、来年とかさ、これあれなんだよ、年、締めの動画だから別に今言わなくても、そうなんだよね、そう、終わった。そう、今言うことは何？ありがとう、ありがとう、そういうこと、はい、ということで、1年間見てくれてありがとうございました。本当にたくさんの人に恵まれた1年でした。そうだね、すごく感謝する1年ですし、今日から感謝し続けます。はい、そんなもさもさしながら言わない。これからも感謝し続けますなんて、あんた。ということで、まあ、また来年、またどんどんに会いましょう。さようなら。いいの、これで終わらせて。いいの、いいの。あ、今みんなスクショタイムってこういうこと。ここね、つるっとしたらこと。はい、はい、はい、はい。キップしたいの。しない。今何？トゥンって、トゥンって。え、なんか吠えた。喉の奥。喉の奥が吠えた。バッキンゴー。15ピースとかなんじゃないの？30 マジで？そろそろ怖い、やばい。